さあフロントロー4台が揃ったというロックオンした動画がダビグリッドに入ったというところでここで選手紹介をいたします。2014シライト TT93 ライディングスポーツカップミニバイクレース第2戦エンジョイクラスおよびチャレンジクラス総合結果予選結果図リスト順をご紹介いたします。まずはポルシタゼッケン8番失礼いたしました、ゼッケン8番園田裕二妖怪ピストンズ&ユーカタイマー44秒115。2番グリッドゼッケン1番西尾陽介深ちゃんありがとう。3番グリッドゼッケン7番長谷川哲司海藻会 with チーム葉山。4番グリッドゼッケン6番 若林陸中井インターサーキット &SRT。 5番グリッドからこちらエンジョイクラスのライダーです、ゼッケン61番の飯島徹。6番グリッドゼッケン10番小林浩二ロケットモンキー。7番グリッド女性ライダーです、ゼッケン55番古谷恵美 R 商店。8番グリッドゼッケン93番上田龍太郎レーシキプラスワイルドライオン。9番グリッドゼッケン89番佐藤のりと、のりと EWF プラスバコンオヤジプラス C4S。 以上9台が出走いたします。エンジョイクラスおよびチャレンジクラス決勝周回数は12周で争われます。それでは続いて行われます決勝レースお呼び出しをいたします。続いて行われます決勝レースはサテライトクラスおよびアンダークラス決勝。一周のウォーミングアップラップを終えまして各ライダーがゆっくりとグリッドに戻ってまいります。ポルシタゼッケン8番の園田、2番手には西尾、そして3番手にはゼッケン7番長谷川、4番手若林、以上4名がフロントローからのスタート。ゆっくりとジュニアライダー若林陸が4番グリッドに入ってまいりまして、全ライダーのロックオンが今確認されました。コントロールライン上からゆっくりとレッドフラッグが退去いたしまして間もなくスタート。さあ掲示板の先に見えますシグナルに火が灯り今一斉にスタート。さあゼッケン7番がフロントを動かしながらインスタートした3番グリッドからのゼッケン7番長谷川が取ります。さあしかしイン側から8番でしょうか、8番の園田が取ろうというところ、いやそれはアウトからかぶせました。オープニングラップバックスレートはゼッケン7番から8番1番6番61番10番93番55番、そして69番で89番ですね、89番といったオーダーでバックスレートを駆け抜けていきます。レースをリードするのは変わらずゼッケン7番の長谷川、ロケットスタートを見せまして3番グリッドからのいいスタート、そしてその後方をポールポジションのゼッケン8番園田が追います。さあホームスレート上まずはオープニングラップゼッケン7番長谷川がオープニングラップを取ります。続いてポールシターゼッケン8番の園田、その後方に間が空きましてゼッケン1番の飲み屋一日を、そしてさらにジュニアライダーの若林が続いている、間が空きまして5番手にはゼッケン10番の小林でしょうか。さあ小林の前に61番が出てますね、61番飯島です、飯島が5番手、そしてその後方10番の小林です。さあ飯島がジャンプアップをいたしまして現在のところ5番手、そしてトップを走りますゼッケン、7番が今コントロールラインを通過。
ースをリードするのはカールズ・ゼッケン7番です。現在周回数11周を終えました。残り周回レースをリードするのは変わらずゼッケン7番ゼッケン8番ソナダですね。1台のバックマーカーが出てまいりました。ローポイントコーナーから最終コーナー立ち上がってくるゼッケン7番の長谷川がトップ。2番手にはゼッケン8番ポルシュター園田です。さあ、このバックマーカーをなかなか長谷川は今2コーナーで勝利、周回数9周終えまして残り周回は3周となりました。さあ、後ろにつけている園田、前を走る長谷川を抜くことができるでしょうか。長谷川の後方1台バックマーカーを挟みまして3番手にはゼッケン6番の若林陸、そしてその後方ゼッケン1番野宮西尾、西尾がトップ4となります。さあ、テールトゥーノーズの状態でソックスカーブを立ち上がっていく2台のマシン、さらにダンロップ圏を出ましてローポイントコーナー、未だレースをリードするのはゼッケン7番の長谷川、今コントロールラインを通過、周回数10周を終えまして残り周回は2周となります。
さあ、1台バックマーカーを挟みまして、若林が今このバックマーカー、さらに野宮西尾もですね、こちらのバックマーカーをパス。さあ、西尾としては前を走ります若林をかわしておきたいというところ。さあ、ボールポジションにおりました。ゼッケン8番の園田、前を走ります。ゼッケン7番長谷川を抜き歩んでいるんでしょうか。ネットから速度タックつなぎ、ここでテールトゥーノーズの状態。ラインがクロスしそうになりまして、ちょっとですね、後ろ走るゼッケン8番園田が遠慮したような形になります。ローポイントコーナーを立ち上がりまして、最終コーナー、そしてホームスレッドに入ってまいります。ゼッケン7番長谷川がまだ前です。いよいよファイナルラップに突入。第3コーナーの前、1台またバックマーカー、これはフレアです。さて、タイミング的にはこのフレアがですね、トップ争いに絡んでくる可能性もございます。ソックスカーブでフレアの後ろにつけるゼッケン7番の長谷川、そしてすぐ後方には園田です。ライディングスポーツ看板前、さらにダブル地点を抜けまして、ローポイントコーナー、ここで園田が、長谷川がフレアの後ろに進みます。さあ、しかしどうやらこのまま影響なくチェッカーを受けました。ゼッケン7番長谷川がウィナー、2番手園田、そして3番手にはゼッケン6番の若林菊が表彰台のポジションを守り切ります。現在4番手ゼッケン1番の野宮西尾までがチェッカーを受けました。そして89番佐藤はバックマーカーになってのチェッカー、その後方飯島小林が続けてチェッカー、飯島がポジションを守ります。そしてギリギリバックマーカーにならずに過ぎました。ゼッケン55番フレアがチェッカーを受けました。エンジョイクラスおよびチャレンジクラス上位1名が車両保管の対象となります。見事エンジョイクラスチャレンジクラス構想による決勝レースを制しました。ゼッケン7番長谷川哲司、今日勝旗を持ってのウイニングランです。そのままホームスレッド逆走する形で今パドックにアピールを行いながらのウイニング。